サリナドリ。え、でもそっか、サリナさんも今もうまた息子さんはあれ、うん、行ったり来たりしてる。だ、本当に今何してます？めっちゃ一人で。僕単純に聞きたいことは、うんうん、やっぱ一人になって、うん、一人でいる時間がまあ単純に増えるじゃない、うんうんうん、そういう時何してるのか、不思議。家で、今まではほら彼女ずっといたから。そっか、うん、映画見る。ああ、うん、あとはお酒飲む。ああ、お酒ね。俺お酒あんま飲まないんでしょ。あとはフェイスタイム友達として飲んだりとか。ああ、リモート飲み。リモート飲み、うんうんうん、とかリモート喋り普通に。へえ、とか。そうなんです、うん、家での時間の過ごし方がまあ上手というか。うん、全然俺うまく使えない。すぐ次になんかちょっと作って。全然長いっす、家にいる時ずっとそわそわしてます。どうしようどうしよう、何しよう何しよう。あ、ダメだ。ご飯作るとか。ご飯作んないっすね、もう。ああ、そうなんや。ちょっと飲みながら当て作って。お酒飲む習慣ないんで。ああ、そっか。例えばね、今もおっしゃってみて、うん、映画見るんだけど、俺家で一人で見ようとするとなかなか集中力続かなくて、2、30分でうわダメだ飽きたやめちゃう。マジで？はい。あ、じゃあ映画は外に見に行こう。そう、外に見に行く。え、外に見に行くのは一人は大丈夫？は見に行きます。ああ。でもまあこんな状況だからあんまり外に行けないし、ね。確かに。で、へえ。家にね、とにかく一人でいる時間が極力少ない方が僕は。マジで？あ、私もうすぐ家帰りたくなる。一人になりたい。本当そういう人羨ましいなと思って。うちのなんか周りマネージャーとか。うんうん、もうそうなんですけど、もう家でずっと一人で一生入れるなら本当はそれがいいと思う、うん、嘘でしょ。俺家なんか極力いたくなくて、寝に本当帰るだけっていう。家めっちゃ楽しいやん。じゃあ料理をしたら家で愛着が。なんか確かにそういうの変えた方がいいかもしれないですね、うんうん、俺今まで料理全然してこなかったし、まあ、今だからようやく一人になったから改めてちょっとこの年のこの体にいいものっていうのをなんか作ってみるとかね。なんか家でやることをハマったらめっちゃ楽しくなるね。さやさん料理お上手なんですよね。上手じゃないけど作る。教えてください。ほんとに全然いいよ。あてばっかり作るけど。あ、全然いい。そうね、全然いいよ。お酒でもそんなにうまい。いや、あの誰かといたら全然チビチビ。私最近カクテルを作るようになって、一人でパーティーしてる。パーティー、それテンション爆上がりするカクテルがあんねんけど。何それ見たい。そうやねん。え、パーティーってそれ人を呼んで。いい、人なんか呼べへんよ。一人で、一人でパーティー。やばくないっすか。そうみたいになる。お酒をなんかそれエスプレッソマティーニっていう、ね、それなんかやばいっすよ。それね、今度ちょっとカクテル作るわ。じゃあぜひぜひ。僕も全然お酒全く飲めないわけじゃないんで。少しやったらいけるやんね、はい、多分飲めると思う。飲みます、ね、うんうん、そのカクテルならいいっすね。ねえ、そういうさ、夜さ寂しくて一人でっていう時にさ、はい、どうすんの？ちょっと来てとかいうなんか、はい、女の子呼んだりすんの？いや、今はないっすね、さすがにもう、うん、20代の時じゃないんで。あ、落ち着いてんねや。やばいでしょ、この年になって。いや、分からへん。そのためだけに呼ぶ子とかいるの。分からへん、分からへん。ほんまにチャラ男かもしれん。時効だから言うけど、それは20代の時はもう、まあ、全然ありましたよ。夜中の1時、2時に何してんの何してんの、同時に10人ぐらいに呼ぶの。うわー、すげえ。で、帰ってきたりしたら早い人からもう、さすがにないでしょ、今もうそんなことは。そうか、じゃあちょっと寂しいっちゃ寂しいね。いや、だからまあ別にあんまそういう、ほら、なんだろう、当時みたいにめちゃくちゃ猿じゃないのね。そんな、それで頭いっぱいってことじゃないから。なるほど。別に自然に出会って自然とそういう風になったら別にそれはそれでいいけど、もうナチュラルや。まあ頭の中そのことしかないってことではないんだ。そうなんや。ちょっと鍛えてる人ってさ、すっごい鍛えてるよね最近。いや、まあ週に2回ぐらいですけど。
やっぱさ、体さ作ってる人って性欲すごいな。性欲はまあ強いと言われますね。だから強いね。別に僕じゃあ結構猿やん。いや毎晩だから自分でそれは聞きたくて、あの聞きたくて、なんていうか何、自己瞑想はします、ね、自己瞑想いい言い方、はい、かっこいい言い方、自己メディテーションはします、ね、自己メディテーション、はい、セルフメディテーションやめろ、こうやってセルフメディテーションは別に毎晩してますよ。そうだ、それで言うと今ほら去年までめちゃめちゃ結婚したい結婚したいだったじゃないですか、うんうんうん、それが今別に全然したくないから、だから今そういう結婚したい結婚したいっていう人現れても、うん、無理、なんかやっぱへえ、うわ不思議不思議、人ってでもさ一人があんまり好きじゃないならやっぱ結婚は向いてると思う。ございます。うわ美味しそう。まあでも一人が好きじゃないっすもん、結構今会える人もいるのね、友達とか。いただきます。うわいただきます。美味しそう。これはちょっと美味しそう。外食うまい。うん、うん、ありがとうございます。最高、めっちゃ美味しい。美味しい美味しい。デートはやっぱたまにこうしなきゃダメっすね。うん、もうデートしないとダメ。うん、なんかちょっと働きすぎてたらなんやろう、デートしないとダメ。あのね、その働きすぎ、この間僕はコロナで10日間何にもしない日があったんですよ、うんうんうん、え、何してたの。いや、地獄ですよ。だから、まあ、今言ったみたいに、うん、ブラブラブラ、家で一人でいるのがまずそもそも無理なんですよ、うんうん、で、言うてもまあ体調悪いのって2日、3日ぐらい、うんうんうん、残りの7日間ぐらいはピンピンしてるんですよ、うん、ですっごい大変だったんですけど、そのある種、暇すぎて、うんうん、でもなんか今までずっとこう休みなくずっとこの仕事始めてから結局17年意外と休んでなかったなと思って。お前10日連休なんて本当の本当初だったんで。確かにそうやんね。でなんか休んでみたら、あ、意外ともっとゆっくり時間使っていいんだなと思いました、ね、うんうんうん、すごいほっとしたというか、なんかほら休んだらもう次怖くなるやんね、呼ばれなくなるんじゃないかとか置いてかれるんじゃないかとか差がねつけられるんじゃないかとか思ったんですけど、たかだか10日で何も変わんねえやと思ったし、うん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 、むしろいい発見やねそれ。そう、いろいろあの余裕できるし考える時間もできたから、うん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 、と思って、うん、結構その10日間はもちろんコロナで大変だっていうのもありましたけど、考えるいいタイミングにもなりました。なるほどね、そっか、そんなに休んだことがないから、うん、そっか、不安になるのか。私さ、全然さ、はい、もう子供が生まれてから子供が一番、仕事が一番で生きてきたけど子供が一番に変わったから平気で休ませてもらってたの。例えば息子の学校教師があるから、はいはいはい、イギリスに行きたいから1週間10日休みが欲しいって、仕事がうわその仕事やりたいっていうのが入ってもいやごめんなさいみたいな、でそれで呼ばれへんかったらもうそれはいいっていう、それをちょっと勇気を持って子供が生まれてからして意外に大丈夫やって。そうなんですよね。そうでもそれを仕事以上のもんをチョイスできたのがめっちゃ余裕と自信になって、なんか不安がなくなってんの。じゃあもう本当に息子さんができて、そうだからメンタルもいい方向に、そう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 、好転した。そうそう、息子おらんかったら仕事なくなることとか超恐怖なんかね。でもそう、結局なんだろう、別になくならないし、うん、あのちゃんとね自分が向き合ってればしっかりと、うん、だしそんなにこう焦ってなんかやらなくていいんだって思いました、うんうんうん、それはすごいな、やっぱ息子さんがきっかけっていうのはなかなか、まあ、僕の場合はだからコロナで休んだっていうきっかけがありましたね、うんうんうん、でも その気づきっていうかその自信っていうか不安なくなるの超でかくない？なんかこの仕事してる人ってさ不安やん、めちゃめちゃみんな不安に、みんなめっちゃ不安やん。多分このこれって芸能界特有の感覚、うん、まあ多いかもしれないですね。できっとでもそういう人じゃないと頑張らへんやろうし、うん、やけどその呪縛から
そう、なんか、全く考えないわけじゃないですけど、うんうん、絶対考えるから大丈夫なんだよっていうのが、うんうんうん、それこそなんか俺17年目ですけど、うん、なんか意外とこう現実で例えばずっとお金も貯めてきていた、うん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 、本当はあんま使ってこなかった。へえ。でもなんかちょっと使ってみようかなと。お金は今まで何に使う？ブランドもん。いやー、まあまあ多少そんなのもありましたけど、うんうんうん、でも実はあんま興味なくて。へえ。え、キャラでちょっとそのそう、キャラの時はめちゃめちゃグッチとか、うんうんうん、なんかこう分かりやすいやつ結構買ってたんですけど、なんか意外と飽き性で、うん、でなんか車とかもまあ今ベンツのこうゲレンデ乗ったりしてるんですけど、うん、なんかやっぱあれもどっか YouTube とかで、へえ、あーそうなんや、ドライブデートとかってやれるのもあるし、で実際そこまでなんか執着なくて、へえ、まあでもなんかまあだからたまにそうやってね、うんうん、なんかお金使ってみようかなとか、最近思います。何に使うの？いや、どうしようかなって思ってます、まあ、特に考えてないですけど、なんか私はお金を使うのは物に残らへんものにめっちゃ使おうって思ってて、あ、旅行とか本当にいいかもしれないですね。旅行を、だから息子の教育費とかもそうだけど、うん、食べ物、旅行を教育費とか、はい、経験で残るものにはケチらんと使おうと思ってるの、うんうん、そういうのに使う。それ大事ですね。そう、それ確かに物を買うってあんまないかもしれないですもん。ちょっと旅行とか行き、旅行でも一人じゃ無理か。いや、行きますよ一緒に。何にも一人じゃ無理じゃん、ついてってあげるから。なんで旅行一緒にちょっと一人じゃ無理やろ。いやいや、一人じゃ無理やと思う、慎吾くんは。だって一人で家に入れないんだもん。一人で入れる、なんか私がついて行ってあげるから。一人で入れる、どこ行く？全然話しかけない旅行行ったんですか？いや、もう旅行行きだしたらいよいよ本当にケイちゃん出てきますよもうトツ、久々にシンプルなトツしてきますよ、ケイちゃん。旅館で食事してつら、あのほろ酔いぐらいの時に出てくる旅館にね、おかみ、旅館にケイチョントーツ、うん、旅館ケイト、ケイチョントーツあるかもね。面白い、ねえ、ちょっと旅館でケイチョントーツしても面白いっすね。多分スケジュールがバレてるから、はいはい、来るから、ちょっと誘い水を、ね、してみますか。あ、誘ほんまや、来るかしてみる旅館ってことは、ケイチョンが逆に言ったらそれサリナさんがもうケイチョンの愛を確かめようとしてる。ちょっともうやめてよ。でもそれはさ、いやいや、それは言い出したらそっちはケイチョンが来るよっていうのをさ、旅館に誘い出すはさすがにやばいですよね。いや、それでまんまと来たらなんかもうあの罠にかかったね。いや、ケイチョンが遊んじゃダメ。私たちケイチョン2人とも後輩やねんから。そうですよ、ケイチョンが遊んじゃ怒りますよ。ダメだから。うわー、来たよ。いただきます。いただきます。本日のメインディッシュですね。いただきます。うん、うまい、うん、ふん、おいしい。もうステーキ大好き。もううまいです。へえ、お肉いいっすよね。お肉いい。お肉すっごい好きっすね。うん、うまっ。普段家でもうじゃあ自分でちょっと当て作って、うん、ちょこっと食べてみたいな感じ。そう、でも晩ご飯とかは、はい、もう自分にはもうめんどくさいから、息子がおらん時はもうほとんど作らへん、うんうん、めんどくさくなっちゃう。一人前作るのってめちゃめちゃ大変そう。そうやね、あてぐらいやとちょちょちょやけど、うん、ほんまに普通にご飯になるとご飯炊いておかずとなんとかととかやっても超大変やから。そうですよね。そう、外でパッと食べて帰ってくることが多いけど。ご飯どうしてんの？外食？外食か出前です。ウーバー。マジで1ミリも作らないです。へえ。だから覚えたい。うん、な、だってさ、立派なキッチンやんな、きっとお家。まあありますね、その時に、ね、はい、もったいない。朝なんか全く
食べもしないし、コーヒーだけ。おしゃれ。コーヒーは入れるんや。いや、コーヒーもあの粉末のやつですよ。そうなんや。すげえ横着なんだ。え、なんかこだわりありそうやのに、ちょっとイメージが違う。いやいや、豆引いてみたいなとか思いますけど。え、豆引き顔やで。豆おしゃれな、うん、こだわり顔、うん、豆引き顔で、うん、豆引きがこれやったぞ。ハーブ毎朝摘み顔。あ、摘み顔、摘み顔あ、俺そんなにこだわり強くないわ、マジか。え、だって、サウナだけこだわんの。もうサウナは好きですけど。あ、私もうめっちゃこだわりの人に見えてた。コーヒーにそんな時間かけたくないって思っちゃったんでしょうね。あ、好きだけど、飲むのは、うんうんうん、別に家庭はいいやと思って。へえ。結構そこら辺、なんか合理的に考えちゃうかもしれないです。なるほどね。え、あと何こだわる？こだわりあんの何？え、こだわり？バイク乗るやんね。まあ、バイクはそうですね。あ、てかバイク乗せてほしいねんけど。バイクも好きですもんね。うん、決意ものは、はい、バイクもだからこだわりというか、僕もともと本当にサタさんっているじゃないですか、うんうんうん、ボートボーイズ、うん、もうサタさんがやってるのがすごい好き で、 でしかもいろいろヤンキーでもなんでもないし、うんうん、あの漫画だけ見てたただのヤンキー憧れ少年だったんで、それをサタさんの動画見て、今こんな楽しいことやってんだと思って、サタさんとこ ドア叩いて、すいません自分古文にしてくださいって言って、へで行ったのが始まりだから、別にこだわりで言ったらそんなにあるわけじゃない。な、昔から知ってるわけじゃないし。へえ。あ、じゃあ最近、はい、そのバイク、うん、え、じゃあそれまでは何をしてたの？いや、ないの。俺本当にこれというね、うん、それがすごい悩みでもあるんですけど、うん、音楽とか自分のこうアイデンティティたるものが音楽全く聞かないです。好きなジャンルもないかじゃん。いや、マジで本当に一般的にヒットしたものとかしか分からない。何テンション上がる？一般的にその人と会話できるレベルは大体どれもあるんですけど、逆にもう突き抜けたものはないです。え、これ聞いてほしいみたいなのはないです。この音楽これマジでさ、俺の人生観変えた音楽だから絶対聞いてよとか、マジで一曲もないです。へえ。趣味もない？なんか釣りとか。釣りは別にそんなに好きじゃないですね。へえ。サウナ、本当にサウナと、まあ、じゃあサウナこだわりがあるの、サウナ、うん、で結局もうね、サウナとかも好きすぎて、でもそれもどん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 効率よく考えたら、もう最終的に家にサウナ置くっていう。え、家にあんのサウナ？そう、だからもう今家に置こうと思って注文したんですよ。え、家庭用の。注文できんの？え、どこに置くの？いや、まあ家にあの本当にコンパクトな自分用、うん、2人用のサウナ。普通に部屋に置けるってこと？あの防災とかそういうのもちゃんと OK なやつがあって、だけどあの本格的なサウナなんですよ。ちゃんとあのロウリュウができて。へー、すげえ。そういうとこはこだわるかもしれないですね。あ、こだわりあるやん、うん、最終的にこれなんかここ十何年で通ったサウナの金額、合計金額出したら、うん、500万以上いってたんですよ。その都度ね、払ってて、うんうん、だってもう十何年やっぱ通ってたらそうなるんですよ、うん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 、で、いろいろ調べたら家に置くサウナ150〜160万で買えるんですよ。そんな安いの？だったらもう2、3年で元取れるわ。ほんまやって思っちゃう。そんな言ってんねや、すっごいこだわりあるやん、サウナに。そうなんですかね。いや、単純にまだほら毎日風呂入るぐらいの感覚で入ってたんで。あ、だからそれがこだわりっていうか、そうそうそう、生活の一部ってことやな。はいはい。へえ、サウナや。サウナとゴルフ、めちゃめちゃおやじじゃん。だからもう今 YouTube 見ても、女の子とサウナ入ってるかゴルフ動画やってるか。だからやっぱり結局自分の好きなことしかやってねえんだな。あー、なるほどね。サウナとゴルフや。でもそこにだからその料理とかっていうのはすごい、料理とか似合いあるなと思う、うん、食べるの好き？食べるの大好きですよ。あー、じゃあ料理も好きですよ。なんか多分いっぱい美味しいもん食べた人が料理上手やと思う。ですよね。だから、知ってるから。そう、料理はちょっと一個始めてみてもいいかなって思いはありますね。ちょっとやってみたいと思います。じゃあちょっと、はい、あの作ってもらいに、はい、食べに行く。あ、分かりました。じゃあ料理を、うん、腕前上げて、うん、いつかご自宅にお招きします。お、お願いします。その時に
楽しみにしてる。あ、でもそれいいっすね、うん、もうまたこれ YouTube っぽい考え方ですけど、うん、藤森料理めっちゃうまいらしいぜってなったら、うん、それを女性を家に招いて、うん、お料理をそうやでもてなす、これができるから、そうやでやろう、もう料理やりますよ、めっちゃいいと思う。はい、行きたい、すっごいやらしい理由ですけど料理始めます、うん、いいと思う。はい、あ、でもじゃあ一個いいっすか、お願いというか、うんうん、提案なんですけど、うん、いいですか、うん、何、突然ですけど今日お酒も飲まれてますし、うん、僕飲んでないんで、うん、車で来てるんで、うん、あのお家までお送りします。今日、はい、今日来んの、ありがたい。でもし差し支えなければ少しだけお邪魔してみます。マジでやば、え、あのトツトツやな、はい、ちょっと私あのちょっと散らかってるかも。いやいや全然、それはもちろんあの、ま、待ちますし。マジで来んの、いいですか、え、ちょっと女性のうわ一人暮らしのお宅に行くっていう、すごい、わちょっとイケイケんやな、別れて、はい、もう今イケイケのチャンネルやってるから。マジか、今日紗理奈さん家行ってもいいですか。マジか、いいよいいよ、家ね、オッケー、分かった。で、俺家帰んないかもしれないし。マジやばいいけいけやし、やば、全然家とか帰んないかもしれないし。いいっすか、なんか急にギラギラ。いいな、芸能人の家行くのもなんかドキドキしますね。あ、そう、普通に別に芸能人っぽくない家、そんなすごい広いとして見させてもらいます。おお、お送りしますんで。あ、わかった。はい。ありがとう。すごいな。そしてエスコート急に。いいね。いや、なんかお店今日取っていただいたんで、じゃあちょっと家まではお送りさせていただこうかなと、うん。ありがとう。優しい。さすが。家の模様は藤森チャンネルで。やばっ。お願いします。チャンネル登録よろしくね。毎週配信頑張ります。Make sure to like and subscribe. 私のもう一つのチャンネル、サリゲーもよろしくね。Bye. Thank you.